おや、はーちゃん、どこかへ出かけるの？図書館に本を借りに行こうと思って。相変わらず本が好きだね。それは白魔もでしょ。一緒に行く？行きたいけど、今読んでる本がちょうどいいところなんだ。面白そうなのがあったら借りてきて。わかった。じゃあ行ってくるね。ああ待って。何？え、諸白様、こんにちは。考え事をしていたようだが、足を滑らせ怪我でもしたらどうする？御身は雪女様のためにあるのだぞ。すみません。何か悩みでもあるのか？そんな大げさなものじゃないんですけど。春告が憂いなく旅立てるようにするのも大僧正の務め。話してみなさい。わかりました。私、クリスマスのことを考えていたんです。クリスマス？図書館の本の間に書きつけが挟まっていたんです。これです。うん、なるほど。確かにそう書いてあるな。何のことか気になって気になって仕方ないんです。諸伯様、クリスマスとは何でしょうか？そうだな、それは、その…ただいま。こら、春、ずいぶん遅かったじゃねえか。どっかの溝にはまってんじゃねえかって心配してたんだぞ。そんなドジしませんよーだ。お兄ちゃんじゃあるまいし。なんだと？春ちゃん、早く火鉢のそばにおいでよ。外寒かったでしょ。お邪魔してます、春告様。聖司、リツカ、来てたんだね。春告様がお好きなお菓子も持ってきましたよ。はーい、大福だ。食べる食べる。春ちゃんは僕たちよりも大福に夢中だね。お前ら、あんま春を甘やかすなよ。それで、どこに行ってたんだ？